お米の話。北王子魯山人。近頃は以前のようにやれ満州の米がうまいとか越後米に限るとかいうような話はあまり聞かない。ただ米でありさえすればありがたがるご時世ではあるが、しかし以前でも米の味に詳しいという人は少なかった。うまい米といえば、その昔朝鮮で利王様にあげるために作っていた米がある。これはすこぶるうまかった。収穫は非常に少ないが、米粒の形もよく、見たところもきれいな米であった。ただし、あまりうますぎて、副植物がご馳走の目的の場合には使えない。うますぎると言うと変に聞こえるかもしれないが、元来米というものはうまいものである。うまいものの極致は米なのである。うまいからこそ毎日食べていられるわけなのである。特にうまい米はもうそれだけで十分で、他に何もいらなくなってしまう。ことにライスカレーなんてものに使う米は少しまずい米でないといけない。例えば玄米だ。玄米は白米とは別な意味で非常にうまい。玄米のご飯にごちそうをつけて出すのは打足である。漬物でもあれば十分である。だからいくらうまいと言っても料理の後では邪魔になる。ところが一般の家庭はもちろんのこと、多数の料理屋がこのご飯というものについてとても注意が足りない。料理屋がそうだから、料理人は皆そうである。料理長というものは、板前といって、まな板の前に座って刺身ばかり作っている。本当の料理人ならば、仮に自分で飯を炊かなくとも、飯がうまく炊けたかどうかということについて、相当気になるはずである。なぜなら、せっかくいい料理を作っても、締めくくりに出る飯がダメだったら、すべてがぶち壊しになってしまうからである。ところが、料理屋というものの多くは、酒飲み本位に工夫されているために、大抵の料理人は自分の受け持ちの料理さえ出してしまうと、後の飯がどうであろうと、一切お構いなしで帰ってしまう。それでは料理人としての資格はゼロに等しいと言われても、彼らは一向に頓着しない。理想がないからだ。一般に飯炊きというと料理人ではなく雑用人として一段と下がった仕事として扱い、ろくな給料も出していないが、ずいぶん間違った話である。だから星岡茶寮時代、私のところへ料理人が来ると、君は飯が炊けるか、と第一に聞いてみる。なかなか自信を持って答えのできる者はいなかった。とにかく飯は最後のとどめを刺すものであり、下戸には大事な料理である。料理をするほどの者が、自信を持って飯が炊けないということは、むちゃくちゃな振る舞いであり、親切者とは言えないことになる。それにもかかわらず、料理人は自分の苦労の足りなさを棚にあげて、飯を炊くということは、何か自分の沽券に関わるものとごとく考えているらしい。浅ましい話だが、それでは、先生はご飯をお炊きになりますか?と聞くものがあった。
私は玄関に、たけると答えた。料理人は、飯なんてものは無意識のうちに料理でないと考えているらしい。ところが、飯は料理の一番大切なものなのである。料理ではないと思うところに、根本的に間違いがあり、まずい飯ができるのである。洋食でパンの料費を問題にしたり、焼き方を問題にしたりするのと、全く同じなのである。だから、飯は料理ではないという考えを改め、立派な料理だと考えなければならない。この意味で、料理人は飯の炊き方に注意しなければならない。私は断言する。飯の炊けない料理人は一流の料理人ではない。主婦、女中、飯炊きについても同じことが言えるのである。